えー、お疲れ様ですアウトプットのウットラなかなかいいじゃないですかこれね。ああ実は私もこれね同じようなものを作ってましてあのやってるんですよ。で表立って見えるのはあの Zoom の対談ですよねあの。せっかく実績を出したりとか自分なりに成果を出してるのにそれを知らしめる場がなかった場合もしくは広げていこうとするのに広げるコストがかけられない場合、まあ、私の方ではねあのこの普段私のメディアを見てくださっている視聴者さんに あのズーム対談という形で私のお墨付きの人を紹介するようにしてるんですよねまああの吉谷さんも同じように感じてらっしゃるなと思ってちょっと安心するところがありますけどもはっきり言とこのタイアップ結構ね負担なんですよだってコラボして私のメディアで紹介して売れないってこともあるわけじゃないですかいや今んところね坊主はないんですよねで私別にそれに対してコミッションもらってるわけでも何でもないんで無料で協力して無料でその人の 稼ぎを作って、で、で何もなないわけなんですよ。だから何があるかっていうと稼ぎじゃないんでまあ言ってみればメンツしかないんですよねいやこれれで売れなかったら俺終わりだろうみたたいな感じがあるんですよ。ただね売れない時期も来るだろうなっていうふうなことも感じてますしやっぱりね私のメディア依存になってもいけないよってことで売れなければ売れないでコンテンツの中身が悪いっていうふうに考えてもらいたいなっていうふうな、まあ、伏線は張ってるんですけどね。 まあ今回ねあの、いただいた吉田ーさんの R の思考ですが、こちらの方、商品の確認をまずしなくてはいけません。商品確認したら、あのアルファ、ああのアフィリエイトコードの発行もお願いすると思いますんで、そこからの勝負になりますんでねあの、すいません、ちょっとお時間いただくようになると思いますが、まあ、長い目で見ていただければと思います。で、えー、っと、アウトプットの間ですよね。あの、アウトプットって、実はものすごくリスクがあって、アフィリエイターをずっとやってきて思うんですけども、 二つぐらい大きなリスクがあってね。一つは、あの、この久保哲郎のメディアに登録する人ってのは、私のことが知りたい、聞きたいんですよね。でも私がね、この人どうぞっていう風な他の人の思考を紹介するわけじゃないですか。だからそれを繰り返していくと、当然、久保哲郎の考えが聞きたいのになんで他の人を紹介するのかなっていう不信が生まれて、登録者に対しての再生数はどんどん落ちていくと思ってるんですよ。 でそれが全くその通りになってきたのがこの5年間だったかなと思います。他者を紹介すればするほどあの久保哲郎は自分の思考を紹介するんじゃなくって他の人の思考を紹介してるから興味が失われてくるんですよね。ネタがないのかなと。なんで他の人を紹介するのかなってなっちゃうっていうリスクはあるんですよね。だから実は自分よりも影響力の低い人を紹介するのはあんまり望ましくないし少なくともそこに。 リスクを負う以上はギャラを請求しないといけないのが広告料だと思いますけども私の場合はそうではなくて自分の少なくとも1万人以上のチャンネル登録と当時ね再生数はやっぱりこう数千からまあ万という単位には届かなかったんですけども数百数千あったその再生数を天秤にかけてこの自分のメディアの力っていうのは今まで見てくださった方のおかげでできたんでじゃあその人たちにリスクは承知で還元しようっていうところから始まったわけなんですよね。 で今ねそんな爆発的な再生数もないですしたまに大きな再生数出ますけど本当にたまになんですよね。でチャンネル登録も1万4,400人から伸び悩んでいて2万人とか10万人っていうのはあの時の勢いのように行くんだったらもう今更言ってるはずなんですけどねでも止まってしまったっていうのはあの一えにチャンネル登録や再生数だけを見てやったわけではなくてあて濃い関係性を作ろうと思って。 いただいた分は還元しようっていうことの繰り返しでここに落ち着いたのかなと思うわけなんですよね。まあですんでね、今ね、あのー、動画上げれば、まあ、100人弱の方が見てくださってますけども、あのー、その方のためにやってると言ってもいいでしょうね、きっとね。うん、だから離脱を起こさないためにとか再生数を維持するためにやることと、そうじゃなくって自分の世界を自由に演じ切っていくこと、アウトプットしていくことっていうのは全くあの真逆になることが多いんですよね。一致する ことがあればあったでそれはいいんですけども、まあ、そこを目指してないところもありますんで,で私がまだまだね、あのー、自分のビジネスや所得に不安があったら多分視聴者に媚びていくというか、うん、なんか視聴者目線でやっていくと思いますけども今はもう自分主導ですよね自分の発信に気が合う人は残っていってもらって気が合わない人は気が合う人を探してもらったらいいのかなと、うん、もっと言えば私の発信でも我慢できる人はね 受け取り続けてくださいということ我慢ならない人は議論はしませんのでどうぞ自分のお好きな道を探してくださいということですかね、まあ、これがだから本来メディアのあり方なのかなと思います広告収入が欲しいからといって忖度をしたりすれば、まあ、大手一般メディアオールドメディアみたいになってしまいますし自分なりの尖った発信っていうのができなくなっちゃうんですよねでやっぱりね自分のことをあの気に入ってくれた人と相反する意見も話さないといけない時がありますんで、まあ、隠してもしょうがないんでね で肝心なことは考えっていうのは変わるもんですから、うん、以前と違うようなことを考えていてもそれは当然だし、まあ、もしかしたら私と出会うことによってあの考えが強化される方もいれば全く別の考え方になっていく人もいて、まあ、それがいわゆる脳のバージョンアップではないかなと思いますよね。テクノロジーは進化するわけですからどんどん更新していかないといけないんですよね。 で、このね、スマートフォン一つにとっても、以前あった機能が今はないっていうのもあるわけですよ。それは時代に即してなくなったってところもあると思いますけども。だけども、あ、これは、あの、マーケットに対して必要なかったよねっていう機能は失われるわけでしょ。振り返ってみたらあれですよね。あの、スマホアプリの例の講座に帰るわけですけども、最初はアップストアかなとか言ったけども、途中から n d ドルに統一されましたよね。で、ああいうふうな時代の流れに、えー、即して、 参入消費が高かった私たちの当時のビジネスは参入消費が低くなって成り立たなくなってきたってことも受け入れなくちゃいけなくってね一部にはスマホアプリだとか言ってねなんかそのバージョンアップについていけなくてマーケットが壊れたっていう風に感じてらっしゃる方もいたのかもしれませんけどもでもそれも織り込み済みで情報っていうのは取捨選択実行していかなくてはいけないのかなと思うわけですよその時は必要だったけど今はいらないよねってものが数々ありますね まあそういうことができる人があるじゃないですかあの自己価値を高めていく自己価値自分の価値を高めていってあの時給単価をどんどん上げていけるそんな人材なんじゃないかなと思うんですよねであのマクドナルドとかねコンビニってずっと給料同じでしょまあ多少の差はあったにしてもじゃあ今コンビニの時給が1500円ですか3000円ですかって言ったらそんなになってないわけじゃないですかつまりはあの作業としては進化しないわけですよね検品しししたたたりりり陳列いいらっしゃいますやっゃまやとか それは10年前と20年年前前ととあまり変わわらないわけですよ。ただ手打ちだったのがポスレジになったりみたいなテクノロジーが進化しただけであってむしろ人間が進化すす。るる余地は奪われてていってるとも言えますつまりは時給が上がらないっていうのはテクノロジーがどんどん向上していってそれに携わる人の給料は上がっていったんだけども現場で働く作業をする人ってのはいらなくなってくるってことなんでしょう。 これからあのロボット化とか AI 化が進んでくるとますますですね作業してた人はいらなくなってきてその作業を作り出す人が必要になってくるつまり作業を生み出すことって何かというと仕事ってことなんでしょうきっとはいまあなかなかとお話ししましたけども今回ねあのズームというテーマでねちょっとお話ししましたね人物名が出てこなくなったんですけどまたなんかね有名人著名人探して話していきたいと思いますそれではいってらっしゃいあちょっとおまけです吉田さんこれ知ってます 勝手に仕上がるヘイブラザーっていうね1989年から1990年に放映されたドラマなんですけども仲間の丸寅さんと柴田恭平さんが出てるんですよねまだ若いですよね今柴田恭平さんっておじいちゃんですからねで登場人物の中にはもうお亡くなりになったかと思いますけども、うん、これね「危ない出か」シリーズのスピンオフみたいな感じで全く別作品として出てるんですよだから登場人物の関連性も何もないんですけども 危ないデーか全く見てこなかったんですけどもこのドラマ好きでねずっと見たかったんですけども DVD になって出てるんですよで買ってしまいましたなんと3巻セットで1万7000円メルカリですアマゾンで買うと3万5000円もするんですよ1万7000円で買えてラッキーだったなと思いますけどもプラスこれを1話1話レビューを出しているということで 他にこのドラマのレビューしてる人がいないんで、またね、大草原の小さな家みたいに、私にアクセスが集中するんなかろうかと踏んでるわけですよ。つまりは、商品買ったらそのまま回収に向かってるというね、これぞアウトプット、インプットの法則であって、インプットの10倍アウトプットすると、大体ね、元金回収できるんですよね。ああ、だからいつかね、ナイトライダーもね、元、あ、金、のー、回収できるくらいにアウトプットしたいんですけども、いかつ、最近全然乗れてないんで、何もできないということになりますね。もうずっと、 駐車場に鎮座してるだけ昨日久々に洗車しましたけども洗車するとやっぱりねうん動かしてみたいなって気持ちになりますねまあそれは一体いつになるんでしょうか次の車検まで全く動かさないかもしれませんそれじゃあいってらっしゃい